16回全国高等学校サッカー選手権大会決勝戦キックオフになりました。左から右へ攻めていきます東海一高校、右から左へ攻めていく国見高校。さあ国見高校がロングシュート、ブロックしてキーパー、いやーシュート力がある15番のこれが1年生です、15番の原田。それからクリップベンチなんですけれども、今日はメンバーを一部いじってますよね。原田選手を出したことに関しましては、今一番ベストのものを使う、原田が参加してチームのリズムが良くなっているということです。野球部の選手もみんな今日は残ってるんですが、理事長室にある33インチのテレビで、応援していると、テレビの前で応援しているということです。長井持ったパス、当てます、通りません。16番の長井は2年生です。なかなかね、今の長井君のねドリブルからね最後はねトーキックでスルーパス出してますね、つま先で。長いボール前線に送る、キーパー伊藤が出てきました。強いですねこれは、ちょっとこれまずいか、さあ平沢だ、平沢入った、シュートはキーパー伊藤抑えた、抑えました。さすがストライカー平沢、逃しません。狙いはいいですね、長い距離打ちましたね、いいタイミングで、よく伊藤が間に合った、そうですね、あの辺なんか狙うところはやっぱ点取り屋ですよね。そうですね、国見高校初めてのコーナーキックであります。今大会コーナーキック、フリーキック、スローインから得点が入るケースが非常に多い大会でありますが、国見高校もこのセットプレーが非常にうまい。国見高校立石が蹴ります、アイボールぐるんと上がってヘディング、シュートはどうだ、返した、ファインプレイ。さっきがあります、国見高校よく返しましたね、よくクリアしました、いいカバーしてますね、素晴らしいカバー。貴賓席には高円宮殿下、妃殿下がご夫妻がお見えでございます。国見高校のパス、ナイスプレーですね、中盤で奪い合いです、逆サイドに振りました、いい展開になりそうだぞ、ワントラップ、これでワントラップ、ゴール前に平沢待っている、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 シュート、わずかに切れました、望月。22分経過、森沢、これが森沢です、スライディング、そしてこぼれたところ、望月のシュート、わずかに切れました。しかし時間的には非常にいいタイミングでシュート打ちましたね、はい、この過去の大会、放送席から見てきた過去17回の大会でありますが、決勝戦は先手必勝であります。先制点を挙げたチームがそのまま優勝に結びつけております。さあチャンスか、二宮ゴール前詰めていない、ゴール前詰められた、シュートが入った、ゴール、素晴らしいゴール、先制点、国見高校先制点、やった、国見先制、23分、理想的なウィング攻撃ですね、大宮から11番の吉田、昨日同点シュートを打ちました、そして今日は先手を取りました、吉田、国見高校先手、ダイレクトのねハーフボールで決めなかったですね、素晴らしいシュート、このパスがまた良かったんですよ、二宮君がね背後にね、センタリングも低くて良かったですね、いいボールだった、落下点もビシッと決まりました、ボレーですね、先手、決勝戦では先手必勝と申し上げた瞬間に国見が取りました、国見高校先手、帝京戦こそ0対0、しかし全て先手を取ってまいりましたが、ここへ来て先手を取られました、ゴール前だ、ヘディングで返す、国見チャンス、シュートはどうだ、入ったか、うわー、わずかに外れました、またまた吉田、またまた、すごい畳みかける国見高校、1年間の執念、いやー2段3段で攻めてきます国見高校、こぼれたところ、しかしこうして見てますと落下点に必ず2人3人が入ってるんですね、もう一回原田、昨日初めて試合に登場しました原田武雄、1年生、1m72cm、 63kg、 ポーンと入れた、落としてまたもう一回浮き球、おざどうか、さあ左足のシュートは、うわー、ファインプレイ、ファインプレイ、中原よく抑えた、このシュートも良いですね、しびれますね、はい、これだ、はい、危なかった、危ない、小峰忠俊監督42歳、じっとこの瞬間を待っております。さあ平沢がシュート、打てないぞ、打てない、
いや、これは今のはちょっとね、審判のパスを出します。そして森沢、いや森沢鋭いと言います。左展開、6番の沢登がラストパスを送った。ヘディングどうだ、こぼしたぞ、打て打て打った、いやどうだ、いや入らない、同点なりません。もうすでに40分を超えています。ロスタイム、同点シュートなりません。いいであります1年生、スローイン東海一高、前方に遅れ遅れ、そうだ、上げろ、ラストチャンス、ラストチャンス、キーパー飛び出した、キーパー抑えた、キーパー抑えた、キーパー抑えました。厳しい、同点シュートを打つには時間がなくなってまいりました。よくやってますね、キーパー。試合終了であります。国見高校初優勝なりました。昨年の雪辱なりました。東海一高の2連覇の夢、今打ち砕きました。長崎国見高等学校であります。